リスティアの電動リール、今年2018年は追加カラーが出ております。一つは、昨年まあ大好評だった棚亭子、そして名人誘い、追い食いめマキアの全てフル装備された PT2 プラスのモデルの追加カラーになっています。ガンメタの艶消しに後ろがメタリックのレッドということで、非常に高級感ある仕上がりになっていると思います。まあ、前作の PT2 のレッドもかっこいいんですけども、こちらも渋くてこんな感じですね。非常に渋い仕上がりですよね。去年のメタリックレッドもかっこよかったんですけど、2丁で右と左で並べていただければより楽しい釣りができるんじゃないかなと思います。そしてもう一つ CR3 のプラス、こちらも、まあ、機能は同じ追い食い巻き上げがついているデジタルカウンター付きのスタンダードなワカサギ専用の電動リールなんですけれども、色がですねこんな感じでスタイリッシュなレッドということで、まあ、皆さん赤大好きですもんね。しかも底面はこうツートンになってまして、マットブラックとスタイリッシュなレッドのツートンカラー、釣り場でも非常に映えて、機能的にも本当に CR シリーズって握りやすくて巻きも速くて船乗り停止もしっかりしてくれるということで、まあ、今、ワカサギの電動リールではスタンダードなモデルになっていると思います。値段もお手頃ですので使ってみてください。あと PT2α 外部電源のモデルで、フンバルレッグ、要するに巻いてる時にどうしてもこのレッグがないとお尻が上がっちゃう、お尻浮きを防止するようなフンバルレッグを発売させていただいたんですが、まあ、α シリーズもしくは α キットにしか付いてなかったんですが、まあ、別売してよという要望がございましたので、このように別売させていただき、さらに色も可変アダプターと合わせて赤、ブルー、ガンメタ、ゴールドと4種類ご用意させていただいてますので、まあ、アルミスプール、可変アダプター、そしてフンバルレッグセットで、カラーコーディネートしていただければなと思っています。こんな感じで、ね、組み替えていただくとかっこいい仕上がりになるかなと思っています。さらにこの部分ラバーを装着させていただいてますので、非常に安定感も、さらにこう叩いてもカタカタ言わないような工夫もさせていただいてます。これ実はですね、外部電源アルファシステム、昨年買っていただいたお客様には、実はこれを外していただくとちょうどぴったりつくようにもなってますので、ね、ご使用の機種に応じてラバーを外して使えるようにもさせていただいてます。本当に高級感も上がりますし、ドレスアップですね、かっこよく今年は皆さん使ってみてください。あと最後にこちらもお待たせしましたという形になりますけれども、クリスティアのワカサギの針外しですね。まあ、ダイワの今回のクリスタルの特徴はこんな感じでクリップ式になってます。当然このイカシバッカにも着脱簡単ですし、まあ、当然タッパーあたりにも傷をつけずに簡単に着脱できるというメリットがあります。もう一つ仕掛けをかけるタイプですね。これも、クリップ式になってますので、ご自由なところに着脱可能ですし、あとこのアンテナがですね、実はずーっと伸ばすとこれ120センチまで伸びるんですね。で、まあ仕掛けで使うときはここまで長くは使わないです、短くして、まあ台は小を兼ねるじゃないですけど、ちょうどいい長さに使っていただければいいんですけれども、もう一つ外すことができまして、特に表情、あとまあ桟橋でもそうかな、仕掛けが引っかかっちゃった時に糸を伝って根掛かり外しという使い方もあります。それはやっぱり長ければ長いほど、去年あたりだと結構桧原湖でこう東北方面寒かったですから、氷がすごく厚かったりして、短いと結局もう届かないっていうことになります。そういう意味でも台は小かねじゃないですけど、120センチ超ロングタイプというのはいざという時に強い味方になりますので、ただしこんな感じでコンパクトに収まりますので、仕掛けのハンガーとして使う時は自由な使いよい長さに使えますし、
寝かかり外しとしてもし深いところで寝かかりした時にも120センチという長さは非常に強みになると思います。こちらもぜひぜひイカシバッカンとセットでこのように使っていただけるとより快適な釣りができるんじゃないかなと思っています。ぜひぜひ皆様も使ってみてください。